メイジェイです。本日はなんとスペシャルゲストに相内里奈さんが来てくれました。よろしくお願いします。相内里奈です。いやー、初めましてですよ。初めましてだよね。どっかの音楽番組とかで会ってるかな。いやー、ちょっと、いや、会ってたら覚えてるから。そうだよね。私もなんかやっと会えたっていう。すごーい。テレビで見てたよ。それは逆です。今日はなんとですね、何するんですか。はい、ズバリメイジェイ VS 相内里奈カラオケ採点バトル。やめて。怖い。あのさ、初めましてなんですけど、いきなりバトルするんですか。今までのバトルは初めましてじゃなかったの、はい、みんな。初めましての人いなかったですね。嘘。じゃあ、まずは仲良く歌いたかったね。そう、本当に。でもね、このバトルはガチガチのやつじゃないので、うんうん、気楽に気楽でいい、楽しんでいいんだよね。いや、あの、ガチです。なんだよ。で、今回のルール、はい、ルール2番勝負、まずは名探偵コナンソングバトル。やばい。相内さんといえばですよ。そうなんです。相内里奈といえばみんなね、コナン。それでやばい、どうしよう。待って、コナンの曲なんかさ、すごいハードル高いんだけど私。持ち歌だから。どうだろう。今日何歌うんだろう。そう、今日まださ、お互いに知らないんだよね。知らない、全然。何も知らない。何歌うのっていう感じで、はい、今日はもう本当ここに来ていろいろ始まるっていうね。まずじゃあ先攻後攻は、うん、じゃんけんにする。あ、それは新しいね。なんか来てすぐいろいろ勝負なんだね。いろいろ勝負やだね。すいません、本当に。いやいやいや、そういう番組なんで。じゃあ先攻後攻、じゃんけんぽん。あ、これどっちがいい。どっちがいいんだろうね。これどっちがいいんやろうね。いや、正直わからん。わからんね。なんか、うん、見てさ、見てあれもしたいけど、ハードだと思って。でも見ない方がプレッシャーないから。そう、私じゃあ先行かな。あー、はい、分かりました。最高、過去記憶にしてる限りで。過去最高、私最高は 99.3 なんとかやった気がする。やば、 99.3。 すごい。何の曲か覚えてます。うん、ハローアゲン。すごくない。難しそう。ミラクルが起きたっていう。でも二度と出せないっていう。強い。私は何点だったんだろうね。99.8、なんとか。すごいじゃん。99.8、すごいやん。もうほぼ100やん。もう100でええやん、それ。いいか、もう100出したってことにしましょうね。もういいよ。何なの、この 0.2 点って。何なの、わからん。何を歌われますか。私はね、小松美穂さんの願い事一つだけ。難しいですか。あのね、自分の曲ほど難しいものはない。コナン曲の自分の曲ほど難しいものなくて。そうなんだ。何歌ってももう無理だから、ごめんね。本当は相内里奈で勝負するべきなのかなって、うんうんうん、本当に思ったんですけど、皆様。です。聞きたいです。聞きたいです。私ここに今から何変更しなあかんの。自分の曲言ってたかもしれないけど。なんでよ。もうだって聞きたいのに。聞きたいのだよね。できるだけの笑顔で
ちょっとだけでも綺麗に見えるのかな。願い事一つだけ叶えてくれるなら、傷つけた愛が始まらないように。思い出の今でも切なさで胸が苦しくて、自由に夢を追いかけてる。あなたの噂を聞くことさえ無理で、目を閉じるのも全然ダメやねんけど。ちょっと待って、大丈夫かな。全然もう合ってないんやけど。私こんなに泣き虫じゃなかった。ゆっくり風を受けて、愛はきっとそばにある。気づけばそこにある。次の旅立ちまでは地球って言ったと思いますか。ちょっと怖いわ。全然いかないと思う私。で、あの2回ぐらい歌ったんやけど。うわうわうしょこんなに間違えてやべー、すごくないですか。 AI 様ありがとうございます。すごい AI、 ほらもう89%、 AI 感性が100点ですよ。え、すごい。表現力も90点だし。でも一応97点台だけど。すごい、やばい、どうしよう。追い込まれた。やはり、やはり、シークレットオブマイハート。聞きたかった。歌いたいです。聞きたかった。すごい聞きたかった。私の中ではコナンのなんかベスト3に入る。多分みんなそうだと思うけど。うんうん、ね、入るよね。入る、うん。いつもそばで笑って
が出ましたね。どうしたら AI 感性高まるんだろう。でももう98.0出てるんだよ。98に近いんだよ。いや落ち込む落ち込む。だって機械がさ、いやすごい負けちゃった。1点差ぐらいかな。1点差ぐらいかな。1点差。でも全然まだ巻き返せますよ。巻き返せる、うん、あともう1曲あるから、ね、今日は、ね、数試合だからね。じゃあまずは、うん、ここまでということで、うん、素晴らしかった。初歌いでこの点数だよ。嬉しいです。こんなの出る出ないよ。いやでもねこの後来るんですよ。相内さんはずーってやってくるんです。楽しもう楽しもうということで、相内さんの方のチャンネルでも歌ってますので、そちらもぜひ皆さんチェックしてくださいということで、チャンネル登録そしてグッドボタン押すの忘れずに。メイジェイとあゆちりなでした。後半も楽しみにしててね。